東京の JR 目黒駅近くで毎年恒例のさんま祭りが行われ、訪れた人たちが秋の味覚を堪能しました。新鮮なサンマが続々と焼かれていきます。あたり一面香ばしい匂いが立ち込めています。今年で18回目の目黒のサンマ祭りには3万人余りが訪れました。今年はサンマが不漁のため、例年の岩手県宮古市のものではなく、北海道の根室港で水揚げされたおよそ7000匹が用意されました。宮古市以外で取れたサンマが提供されるのは初めてです。炭火で焼いていて、こう油もまだ乗っていて、とても美味しいです。楽しいですよね。皆さんがやっぱりこれだけ盛り上がるということは。訪れた家族らは焼きたてのサンマを頬張り、秋の味覚を楽しんでいました。